皆様本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。開会に先立ちましてまずは映像をご覧ください。それではインバウンドサミット2023を開会いたします。本日進行を務めさせていただきますアリ TV の浜智美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず本日のタイムテーブルをご紹介いたします。こちらご覧ください。これより抹茶代表青木からオープニングメッセージをお伝えした後、2025年大阪・関西万博祭事企画プロデューサーの小橋健二様、株式会社 JTB 代表取締役社長執行役員山北英二郎様、フードロスバンク代表取締役山田咲子様、ジティックスイス山田圭一郎様、株式会社抹茶代表取締役青木優による基調セッションを行います。その後は A 会場、B 会場の2カ所で3つの時間帯に分かれて合計6つのセッションを開催いたします。同じ時間帯に2つのセッションを同時に進行しますので、ご興味のあるテーマのセッションをお選びくださいませ。それではここで今回のインバウンドサミットをサポートいただいた企業様をご紹介させていただきます。ご協賛として日本航空様、東武鉄道様、ミュイック関西様、博報堂様、JTB 様、三井不動産様、朝日酒造様、広島県観光連盟様、タイミー様、ヘルプフィール様、ロイヤルエクスペリエンス様、アサヒビール様、グローバルトラストネットワークス様、地方創生パートナーズネットワーク様、DX ハブ様、特別協力として、夢島新産業都市創造機構様、クールジャパン DX サミット様、協力に日本経済新聞社メディアビジネスイベント企画ユニット様、 V ポン様、講演として観光庁様、日本政府観光局様、ジャパンショッピングツーリズム協会様、東京観光財団様、万博首長連合様、大和心様、各社様にご支援をいただきました。誠にありがとうございます。それではオープニングメッセージからスタートいたします。青木さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。株式会社抹茶の青木優です。この度はインバウンドサミット2023にご参加いただき誠にありがとうございます。総勢約4000名の方々が集まり、そ
そして多くの登壇者、スポンサーの皆様に恵まれて、この日が開催することができました。本当にありがとうございます。簡単に自分の自己紹介をします。抹茶というインバウンド向けのメディアプラットフォーム、そして海外向けのマーケティング支援を行っている会社です。会社は10年前に作り、今に至ります。会社のビジョンはですね、日本の価値ある文化が時代とともに残り続ける世界に、日本には優れた文化がたくさんあり、そういった日本の魅力が世界に残っていく、そういった、事業をやりたいと思って起業をしました。このインバウンドサミットもは今ですね、今回で4回目になります。インバウンドサミットを始まったきっかけは新型コロナウイルスでした。2020年の4月にコロナが発生し、観光業界大きな打撃を受けました。国際観光がストップし、本当に光が見えない中で何をしたらいいだろうか、そういった時期が続きました。その中でいろんな方と対話をさせてもらいました。でそこで思ったのは、インバウンドに対しての可能性だったり、いろんな僕自身が知らない知見だったりシナリオがたくさんあるというところです。そういった、インバウンドに関わる人の知見を共有し合ってシナリオを作っていこう、そう思ってインバウンドサミットが2020年にスタートをしました。そして2回目はですね、本当にインバウンドが止まってしまって、インバウンドの命も言えないような状況だったので、でもその中でもインバウンドに向けて準備をしている方々の声を届けていこうというところで第2回を企画しました。そして第3回が日本の底力というテーマで、スタートをしました。インバウンドの国交が再開する目前でもあったので、改めて日本の底力について議論し合おう、対話をし合おうよ、し合おうというところで、企画したのがこちらです。そこから約1年経って日本について改めて考えました。インバウンドは日本と表裏一体で、日本とは何だろうか、日本の底力とは何だろうかっていうのをすごい考えたんですね。でいろんな魅力があると、一方でいろんな課題もあるなというふうに感じています。例えば、少子高齢化でしたり、土地の爆買い、また安い日本、特に僕自身最近海外に行く機会が徐々に増えてきたんですが、日本の円安がすごい進んでいて、日本の人が外になかなか出にくくなっている、日本の商品だったりは一流だけれど国際経済の中で日本の立ち位置がどんどん下がっているのを日々感じています。おそらく今日ここにいらっしゃる皆さんもそう感じる機会は多いんじゃないでしょうか。ある人は日本は終わったのか、そういうネガティブな言葉を言う方もいます。ここに僕は終わってないと言いたいんですが、一方でインバウンドが再開して海外の人が日本に来て、日本に一番来たかっただったり、日本は人をリスペクトする文化がある、犯罪が少なく治安がいい、街が清潔で綺麗、文化的に優れている、食が本当に美味しい、すごいポジティブな声をもらう機会も同時に増えたんですね。僕はこれをインバウンドが増えたっていうところ、戻ってきたっていうところを日本が再評価されるきっかけとして捉えることはできないだろうかというふうに考えています。インバウンドとは何かっていうのは改めて考えると、日本が世界との深い関係を作ることではないかというふうに考えています。海外の人が日本に来る、それは数ある選択の中で日本を選んでくれています。日本を選んでくれている中で日本に来ることで日本との深い関係が生まれる。もしかしたら来た人が自国に戻った時に日本食を食べる機会が増えるかもしれない、日本の商品に触れる機会が増えるかもしれない、また人によっては日本に住んだりとか日本に働いたり日本語を学び始める、そういった深い関係がインバウンドを通じて生まれてくると。なのでインバウンド市場というふうに言われると、日本に来た人数数が焦点に当たってその市場規模が当てられますけれど、その後のことを考えると、そのインバウンドの可能性っていうのは来てる人だけじゃなくてその後にもある、市場としては本当に何倍も何十倍の可能性もあるというふうに僕は考えています。なので、いろんな言葉があります。ネガティブな言葉もいろんなニュースもありますが、僕はこれは終わりの始まりではなくて、インバウンドが再開することでこれから日本が始まってくるんだと、この時をピンチじゃなくてチャンスとして捉えていきたい、全ての人にチャンスが生まれる、そんなスタートの日にしていきたい、だからこそ今チャンスを生かせという言葉を今回のインバウンドサミットのテーマに掲げました。今日ここにいる皆さんとともに日本の可能性とは何か、日本のチャンスとは何かっていうところを見出し、議論し、対話をして、
日本の新たな可能性を作っていく一日にしていきたいというふうに思っています。そして今回総勢約40名を超える方々に集まっていただきました。各界を代表する方々とともに日本の可能性について議論をしていきます。でそこで、ぜひ、皆さんにお願いがあります。お願いというか一緒に考えませんかというものなんですけど、皆さんと考えたい問いがあります。それは何かで言うとですね、チャンスカードっていうものを今回オフラインにある会場、オフラインに参加する方受け取ることができるんですけど、作っていて、あなたの周りにはどんなチャンスがありますかというのをぜひこの紙に書いてもらいたいなと思ってます。でそれを貼る場所があるんで、それを書いていきたいと。でオンラインの方はですね、インバンドサミット2023というハッシュタグがあるので、皆さんが感じる、チャンスは何かというところを書いていただきたいと。でチャンスを生かすためにはチャンスが何かっていうのを知る必要があると思ってます。そこをまず知るきっかけとして、ぜひこの問いを一緒に考えてもらえたらと思ってます。はい、最後になりますが、今日という日を本当に楽しみにしていました。今日ここにいる参加者の皆さんと一緒に日本のインバンドについて考え、これからを作っていく、そんな一日にしていきたいと思っています。どうぞ皆さんよろしくお願いします。青木さんありがとうございました。本当に熱いものが今日生まれる予感がします。ありがとうございました。それでは、基調セッションに移りますが、会場今準備しておりますので今しばらくお待ちくださいませ。それでは登壇者の皆様をご紹介させていただきます。まず2025年大阪・関西万博催事企画プロデューサーの小橋健二様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして株式会社 JTB 代表取締役社長執行役員山北英二郎様でございます。はい、山北です。よろしくお願いします。そしてフードロスバンク代表取締役山田咲子様でございます。よろしくお願いします。ジェティックスイス山田圭一郎様でございます。こんにちは、どうかよろしくお願いいたします。お願いいたします。そして本セッションのモデレーターは株式会社抹茶代表取締役青木優です。それでは青木さんよろしくお願いいたします。はい、皆さん改めてよろしくお願いします。このセッションのテーマはですね、チャンスは何かというテーマになっています。まあ、先ほど今回のインバンドサミット2023のテーマはチャンスを生かせとしていますが、本セッションはチャンスは何かというところを、各皆さんに聞いていただき、で同時に僕の狙いとしてはですね、決まったものを話し合うというのではなくて、この場を通じて新しいチャンスが見出されて何か具体的なところが見つかったらいいなというふうに思っています。ぜひ参加者の方もご参加いただけたら嬉しいです。では、早速ですね、自己紹介とともに皆さんが考えるチャンスは何かっていうところを、この順番でお話しいただけたらと思ってます。じゃあまず小橋さんからお願いします。はい、どうも皆さん、はじめまして、小橋健二です。先ほどプロフィール的には大阪・関西万博の催事企画プロデューサーというご紹介を受けましたが、今はもちろんそれに尽力を尽くしているんですけども、もともと僕は知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、俳優をやっていて8歳から27歳までいわゆるこうメディアに出てました。まあ、当時本当に月9みたいなドラマも出たりとか、あと、ね、年齢的に知ってる方もいらっしゃると思いますけど、チュラさんっていう朝ドラの旦那役もやっていて、ただやっぱりその、まあ、芸能界という稀有な環境の中にいた時に、やっぱりその芸能人だからこうあらなければならない、芸能人だからこういう場所には行っちゃいけないって決めつけて、やっぱりこの自分が本当に心から踊る、心から動くっていう心を無視して生きてたんですよね。でそういう、こう自分に違和感を感じて、やっぱり自分のこの30代を見据えた時に、あこのまましがみついてればそれなりのポジション、それなりの環境を得れたとしても、自分に嘘をついて生きていて、自分の心を無視して生きていて、それで勝ち取ったその自分の人生は本当なんだろうかって思った時に、すごくその矛盾が生じて、まあそこから飛び出るように世界に飛び出て、で世界を旅したら、なんてこんなにいろんな文化があって、こんな考え方があって、こんな多様な生き方があるんだっていう、まあ自分の未熟さを知ると同時にこの世界が開いた感じがしたんですよね。それから日本に帰ってきて何でもできるような気になって戻ってきたんですけど、まあそんなに簡単に世の中うまくいかない、
30前には仕事もなくなり、貯金も底をつき、恋人にも見下り半下され、ちじっと揉め事が起き、そしてうつ状態に入って病気になったんですけど、その病気から、まあ、そう思えばチャンスなのかもしれないですけど、病気から自分自身をこう復活させるために体を治し、自分の目の前にあった誕生日っていうものをプロデュースするっていう、その人にもてなされるんじゃなくておもてなしの会としてプロデュースしたことがきっかけになって、仲間ができ、ノウハウができ、いずれそれが少しずつちっちゃいイベントが大きくなっていって花を開いて、いろいろな企業さんとかのこう PR イベントとかを手掛けるようになって、その後に、ウルトラジャパンっていうマイアミから来た音楽フェスを日本で5年間クリエイティブディレクターとして、してその後にスターアイランドっていう花火と、伝統の花火とテクノロジーを融合してショーエンターテインメントにしたものを総合プロデューサーとして、日本、そしてシンガポールのカウントダウン、そしてサウジアラビアのナショナルデーとかで披露したり、最近では記憶に新しいパラリンピックの閉会式の総合演出をさせていただいたりしました。まあ、そういう意味で言うと、まあ、チャンスっていうのはなんかこうチャンスって捉えると、なんかとてもなんかすごくこういいことばかりがチャンスのように捉えがちなんですけど、僕で言ってみると、振り返るとまさに一文無しになって病気になった、これこそがすごくチャンスだったなって今思うんですね。なんでこう一見するネガティブなこの環境を、まあ大きなチャレンジはできないんですけど、目の前にある小さなこと、それは自分にとって体を治すことと人をおもてなししようという、こういう小さなチャンスが振り返ると今の自分自身という未来を作ってきたって考えると、今の日本ってめちゃくちゃチャンスなんじゃないのかなっていうふうに思うっていうのはありますね。ということで本日はよろしくお願いします。じゃあ山北さんお願いします。はい、JTB から来ました山北です。今日は議論が楽しみでしょうがないなと思ってますけども、チャンスはなんだということでですね、今小橋さんお話しされたように、いろんなピンチの中で、いろんなことを人間考えるなというのを、改めて考えさせられたこの3年間だったんですけども、本当に2020年に、コロナ発生してからですね、これから人間は、もう交流しなくなるんじゃないかとか、全部バーチャルの世界になるんじゃないかとか、いろんなことが世の中言われて、これはそんなことはないよなってずっと思ってたんですね。で、交流っていうのを、我々も今、大きなテーマにしてますけども、インバウンド今流行り言葉みたいに言われてますけど、インバウンドの本質ってやっぱり、国際交流であったり、この異文化理解、異文化交流だというようなふうに思ってます。で、その異文化交流のやっぱ基本はやっぱり相手のことを本当に理解すること、まず受け入れること、だと思うので、実はちょっと逆説的にこのチャンスに日本人は外に出ていかなくちゃいけないなって実は思ってるんですね。海外に出て初めて、そこで自分がどういう体験をするのか、そこで現地の人がですね、例えばフランスに行ったらフランスの人がこうどういうふうに日本人を見てくれるのか、どんな体験をするのか、そういうことを肌で感じて初めて自分の生まれ育った国をしっかり外国から訪れる方に伝えていきたいなとか、この魅力を伝えたいなとか、この感動をみんなで味わいたいなとか、そういう気持ちになっていく、これがやっぱり基本だと思います。だからテクニカルなことはたくさん今日ね、いろいろ話しますけど、やっぱりこれインバウンドでビジネスが戻ってくるっていう大きなチャンスであると同時にですね、日本自体が大きく変わるというチャンスじゃないかなっていうふうに思ってます。今日はよろしくお願いします。咲子さんお願いします。はい、自己紹介で言いますと山田咲子と申します。よろしくお願いします。食の分野で言いますと、国際ガストロノミー学会という、国際ガストロノミー学会の日本の代表と、フードロスバンクサステナビリティをファイナンシャルにサステナブルにしようという会社の、代表しておりまして、あと世界のベストレストラン50というのの公式大使ですとか、レッドアンダンサー15という若手を応援する、プログラムのアドバイザーをしています。でそれとは別にもう10年以上ロサンゼルスで、映画制作会社をやっています。あとは内閣府のクールジャパンのプラットフォームの審査員ですとか、
東京都の振興委員、岐阜県、佐賀県、いろんな県庁のアドバイザーをやらせていただいてます。っていうとなんかいろいろやってるみたいで、何やってるか分かんない怪しい人みたいに思われるんですけど、いろんなことをしてることによっていろんな視点からいろんなことをこう見れるっていうのを強みにやっていて、それって日本も実はインバウンド職位がいろいろあるんで、これはチャンスじゃないかなっていうふうに思います。で、映画制作をしていて、私は割とこうインテリな映画が好きなんですけれども、アメリカ人こう割とブン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 みたいなこうインテリジェンスというよりは、とにかく楽しいっていうことが好きで、この自分が伝えたいものと相手が受け取りたいもののギャップを埋める作業っていうのが、例えばそのフードロスバンクで企画会費を売ったりするっていうことにこう生かされているっていうふうに感じてまして、で実は日本の観光もそうなんじゃないかなって思います。で、日本ってものすごく素晴らしいコンテンツがたくさんあるんですけれども、日本のやり方で押し付けるで、ゆえに向こうに伝わっていない。で、これは海外文化に迎合しろとはもう1ミリも思っていなくて、その日本の素晴らしさをどう伝えるか、ここのところが今日のテーマでもある競争っていうところにつながるんじゃないかなっていうふうに思います。あとはチャンスっていうのは日本は唯一無二のものがたくさんあるので、それをじゃあどうその国際化するかっていうことなんですけれども、今までいろいろお仕事した中で一番こう、運がいいなと思った人がバージングループのリチャード・ブランソンさんで、彼本当にラッキーな人だなと思っていて、で一度その彼とそういう話をした時に、運も実力のうちっていうのは本当のことだと。で、運ってみんなの前に結構平等に回ってきて、でもそれ全部使ってたら息切れをする。でもそれがどれが自分にとっての本当のラックで、どれがチャンスで、それをどれを掴むか、ここの見極めっていうのはやはり日頃から準備をしていないとできないと思うんですね。で、じゃあ例えばその今映画制作会社をしていて、アメリカに行きたいと思っている女優さんや俳優さんがいる、役をもらってから英語を勉強しようじゃやっぱり遅い。そのためにやっぱりこう準備をしておく、なので自分の前に来た時につかめる、これがすごく大事だと思うんですね。で、今このコロナ禍が明けて、このコロナ禍にどれだけみんなが準備をしてきたか、あとこれから何かそのお客さんが来るのを待っているんじゃなくて、どれだけ自分たちがチャンスをつかみにいけるのかっていうのを考えていくっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。素晴らしい。圭一郎さん、お願いします。はい、それでは皆様改めましてこんにちは、JTIC 水素代表の山田圭一郎です。すいません、ちょっと別のところで少し大声を出して話をしてきた後などで少し枯れてますけども、はい、インフルでもコロナでもありませんので、どうかご安心ください。今回 そのチャンスは何かとか、もしくはチャンスを生かせって言われるというのも結構これ大きな話で、でこれまで私がこうやってきたことも振り返りながらちょっとお話を少し自己紹介も兼ねてさせていただきたいなと思います。私のことをもうすでにご存知の方で、フロアには私がよく知っている顔もたくさんいらっしゃいまして、改めて、自己紹介となると、住んでいるところはスイスのツェルマット、マッターホルンという山のふもとで、そこからしつこく日本に、しかも北海道から沖縄の離島まで各地にですね、地域振興のお手伝いに上がっているということなんですが、先ほど咲子さんが結構いろいろやってますって話だったんです。いろいろやってると怪しいって言われますよね。私も怪しいって言われてまして、最近観光というよりは農林水産業だったり、あとは製造業でも伝統工芸品とか、そういったものを生かす、それをインバウンド、もしくは場合によってはアウトバウンドも含めて、クールジャパンとかいろいろとつなげながら、地域をどうやって元気にするか、最終的にはその地に住む住民の幸せと社会の豊かさにつながらなければ全く意味がありませんので、そういう意味では何かチャンスはって言った時に、多分世の中のあらゆる事象は全てチャンスになり得ますと、ただどう生かすかによってはどれを選択するのか、自分がどれをチョイスするのか、でそのためにはどういう成果結果を、自分たちが求めるのか、そして目的ですよね、何のためにっていうところが決まれば、おのずと何がチャンスなのか、どうやって生かさなくてはならないのかっていうのは私は決まってくるんだというふうに思います。そういう意味では今回はこの後の競争という共に作り上げる、クリエイティブなところを、生かすという部分では、私以上にですね、今日は3人の方々のご意見をたくさん聞かせていただいて、そこに私の考えも少しお話しさせていただければいいかなというふうに考えております。どうか今日は皆様よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。まあ、圭一郎さんのおっしゃるその住民の幸せと社会の豊かさを作っていく、まあ、目的が大事だって話はぜひ後でまた深掘らせていただきたいなと思ってます。で、今回のチャンスは何かっていうセッションの、まあ、裏テーマとか裏キーワードとしてあるのが競争っていう言葉を一つ掲げています。まあ、競争っていうのは競い合うではなくて共に作るの競争ですね。で、まあ、今本当にコロナを明けてこの言葉がすごいよく聞こえるなというふうに思っていて、まあ、その背景って何だろうというふうに思うと、自分たちのアセットだけで社会の課題を解決するんではなくて、自分たちの強みを生かしながら解決して、で組み合いながら解決しないと乗り越えられない課題が今どんどん増えてきているからだと思っています。なのでぜひこの競争の考え方について、ぜひ皆さんにお聞きしていきたいなというふうに思うんですけれど、まずそうですね、小橋さんから、僕小橋さんに今回インバンドサミットをやるって決めた時に一番最初声をかけさせていただいて、そのきっかけが大阪万博の、発表会に自分が参加させてもらったんですよね。とあるで、そこでその大阪万博を、関西だけではなくて日本全国で広げてやっていきたいんだと、日本全国を万博会場にするっていう考え方がすごい面白いなっていうふうに思いました。まさに競争そのものだなっていうふうに思っていて、どうその日本を巻き込んでいくかっていうところをぜひ小橋さんに伺いたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、今青木さんの方からもおっしゃっていただいたように、まあ、まさに僕も日本全国をこう万博会場にしたいんだっていう思いでその当時発表させていただいたんですけども、それは決して万博が主導で万博が会場を作るっていうことではなくて、これ万博という機会オポチュニティがあるんだっていうことをみんなに気づいていただきたいと思ってるんですよね。まあ、今やっぱり大阪関西万博っていう名前がやっぱ先立っているので、やっぱりこうどうしても関西圏だけ盛り上がっていて、で地方は蚊帳の外みたいな風に思われがちなんですけど、これ海外からしてみたら日本のたまたま大阪でやってるだけなんですよ。で大阪でやって大阪だけで帰らないですね、関西だけで帰らないですね。必ず大阪関西の万博寄ったら日本全国を旅するんですよ。でこれ多分日本にいる人と多分外国人の感覚があまりにも違うんで、まあ、知ってる方もいらっしゃるのでお伝えしておくと、ある日本の言ったらこうラグジュアリーホテル、高級ホテルの方に聞いたら、例えば東京のホテルに部屋を取る、だいたい4日間、長いと1週間2週間取るらしいんですね、インバウンドの方たちで。僕らからしてみると東京に数日寄ったら多分移動して京都行ったりとか福岡行ったりすると思うんですけど、外国人の方は日帰りで京都行ったり熱海行ったりあるいは福岡行ったりするぐらい、もう東京に荷物を置いてそのまま行くらしいんですよ。でそのぐらい日本という国土の中を移動するっていうのは僕らが思っているほど遠くない、ってことは大阪関西万博っていうのをきっかけに日本全国を旅して味わうってことは十二分に考えられるんですね。じゃあその時にそのままいつもの状態でももちろん素晴らしい日本にはいろいろものあるんですけど、そのままでいいのかっていうと僕はそう思わないなと。まあ、先ほどね楽屋でもちょっと話してたんですけど、なんか普通に考えて人がお客さんがやってくる、それ個人ベースで考えても自分の家に誰かを招くときはいつもよりおめかしして、そしてちょっと豪華な料理を振る舞いますよね。ってことを考えたときに、この25年にこの万博っていうのは日本博覧会じゃありません、世界の博覧会です。世界から確実にいろんなお客さんたちが今までの観光客以上にやってきます。そしてその準備のためにももうもはやいろんな人たちが日本に来てるんですね。でそういう世界から来るお客さんに対してもちろん今のままでも素晴らしいもう素材ポテンシャルあるんですけど、やっぱりいつも以上にアップデートするこのチャンスだと僕は思うんですよね。だからこのチャンスをやっぱりどう生かしていくのかっていうのはもう本当に我々日本人、そしてここ日本に住んでる人たちがどう考えるかだと思うんですけど、僕たちがやはり本当は見たかったけど見れなかった景色、まあ、僕も少なからず関わってましたけど、
オリパラで、これはオリパラの時期っていうのはオリパラ、オリンピック・パラリンピックだけじゃなくてオリパラに合わせてさまざまなイベントを、さまざまな企業、さまざまな個人がいろんなことを仕掛けてました。本当は見れただろう景色が見れない悔しい思いをしたんですよね。じゃあ次はいつあるのかって言ったら、これはもう25年のこのタイミングしか、この先あんまり想像できないんですよ。だからこのタイミングに皆さんが一人一人がこう意識を持って日本全国がアップデートする、そのチャンスっていうのはこのタイミングなんじゃないのかなと思ってるんですよね。で、奇遇にもなんですけど、この2025年は昭和から始まる100年の歴史が終わるタイミングなんです。昭和100年なんです。で、この100っていう数字はやっぱ自然界を捉えてもやっぱすごい意味を持つ数字だと思っていて、お湯も100度を超えるとゼロになる、そして企業も100年単位で変わっていく、ね、この100年の中でものすごい素晴らしい価値観も生まれました。ただ一方でボタンのかけ間違いのようにあらゆることが最近いろんなこう露呈してきてます。良くないことも、でもそういう意味ではこの100っていうこの数字の中で大きく変われるチャンス、うんうんうん、そして僕は岡本太郎さんが70年代の時に本当は起こしたかったけど起きれなかった、岡本太郎さんはあの太陽の塔、あれは何のために作ったのか、真の祭りを生み出す装置として作ったんですよね。ってことは僕はその思いを受け継ぐとしたら、日本全国でこの祭りというのは地域ごとの祭りのように見えますが、日本全国で本当に祭りを起こしていくことなんじゃないのかなと。で、祭りっていう言葉を聞くと皆さんの中ではこうワイワイ騒ぐ祭りというゴール、結果をどうしても想像しちゃうんですけど、祭りの本質は願いですよね、五穀豊穣だったり繁栄だったり、そして感謝ですよね。で、じゃあなんで祭りが起きたのかっていうときっと稲作がうまくいってなかったり、地域が分断していたり、うまくいっていなかったから、みんなが寄り合ってみんなで考えてまさに競争して起こしたのが祭りだと思うんですよ。だから今こそ、今この一見すると分断してとても大変なこの混沌とした時代でも、この大変という字は大きく変わると書くように、やっぱ大きく変わるチャンスと捉えて日本全体で競争する、つまり日本全体でこの祭りを起こしていくっていう、この機会なんじゃないのかなというふうに僕は捉えている。ありがとうございます。まあ、一つの祭り、まあ、ピンチというかそのネガティブな様子だからこそ、まあ、冒頭おっしゃってましたよね、小橋さんがご自身が海外回って、はい、まあ、大変だった時期だったからこそ、まあ、チャンスが生まれたっていうところを、まあ、日本として捉えていくっていうところかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。山北さんに伺いたいことがあって、まあ、日本のいわゆる一般的には JTB という旅行会社のイメージがすごい強くあると思うんですけれど、 JTB さんとしてインバーのチャンスをどう捉えていて、まあ、具体的になんかどんな取り組みしているか、まあ、実際最近だとインバーの競争部という新しい部署ができて進んでいるというところを僕は理解しているんですけれど、JTB さんが考える競争とはというところをぜひお話し伺えたらなと思っています。はい、インバウンド競争部っていうのを、まあ、共に作る部ですけどね、立ち上げたんですけども、実はコロナ前からずっとインバウンドっていうのは、まあ、注目をしていて、もう間違いなく、3000万人も達成していた状況でしたから、まあ、そこに向けてインバウンド事業の推進室っていうのがあったんです、ね、でただ今回ちょっと仕切り直しをしてあえて競争にしたんです、うん、でやっぱりこれからインバウンドを大きくしていくために、まあ、さっき日本が変わるチャンスだって話しましたけど、ここで、あらゆる人たちが関わって、この共に作り出していく、インバウンドであるべきだろうなというふうに思います。先ほどの小橋さんの話で、まあ、万博を全国にっていう話だと、もうまさにここにですね、もういろんな人が今かかってます。テクノロジーの会社の人もクリエイティブの人もロジスティックやる人もですね、まあ、いろんな人たちが関わってこの日本全国を世界にこうつないでいこうというような流れをする。で具体的にどういうところに競争が起きるか、まあ、一つはですね、まず自分たちの中なんですけども、旅行会社やって言わないってさっきおっしゃっていただいて、
実は交流創造事業という、ドメインにしていてですね、まあ、これ例えば企業の、いろんなプロモーションのニーズがあったり、社員のモチベーションを上げるニーズがあったりとか、それから、地域ですよね、今度旅をする先っていうのは、旅先の、地域がどういうふうに地方創生の問題もあれば、地域がどういうふうにこう潤っていって、皆が心豊かになっていく、それからグローバルになっていく、こういうようなことを、そういうニーズがあります。で、それぞれいろんなこう事業を会社の中でやってるんですけれども、それぞれつながり合うっていうのが一つ、今回大きなテーマとして持っています。でともするとインバウンドの OTA と組んでたくさん人を呼び込むんだとか、まあ、そこだけに終わってしまいがちなんですけども、やっぱ人がたくさん来ていただくと地域にさまざまなこう需要が生まれるし、いろんな交流の機会があります。でそれから学校とのお付き合いも非常に深いですね、まあ、修学旅行で、まあ、イメージしやすいと思うんですけど、例えばですね、競争の一つの例で最近やったんですけども、今実はオープントップのスカイホップバスというのを走らせてます。東京と京都で今走らせてます。でこれレギュラーでやってて、時々イベントで、例えば東北で七夕の時にそれを使ったりとかですね、まあ、そういうようなことをこうやるんですけど、これの東京のツアーの企画を立教大学の学生とコラボでやったんですね。でちょっとスライドが確か1枚あったと思うんですけど、こういうバスなんですけど、まあ、東京タワーもそうですけども、まあ、学生さんのアイデアの中で、まあ、歌舞伎町タワーだとか、それから我々の、まあ、本社がある天王洲の実はですね、天王洲にも非常におしゃれな海のエリアがありまして、まあ、そういうところに行きたいとか、その歌舞伎町タワー、まあ、ここではまあすごく盛り上がるようなこと、うんうん、イベントをやったりとか、そんなことを学生さんとコラボで作って非常にうまくいってて、そもそも全然ツーリズムと関係ない学生さんがそういうことを考えてくれたり、まあ、いろんなことをして商品が生まれていくと、まあ、こういうような機会を作っていきたいなっていうふうに思ってます。でもう一つテクノロジーでの協業、これがもう欠かせないと思ってまして、やっぱりこうお客様がたくさん来ていただいて日本で不便に感じること、やっぱりデジタルがつながっていない、局所局所ではすごく優れたデジタルがあるんだけども、体験という観点で見ると非常に分かりにくかったり、まあ、コミュニケーションがなかなかね、言葉の問題もあって、取りにくかったりするので、例えば今ホテルの中に、ことつなさんっていうスタートアップと組んでですね、まあ、例えば部屋で、外国人の方が来てフロントのスタッフの方とコミュニケーションを取るときに、今人手不足でなかなか、ホテルさんもいろんな多言語のスタッフ抱えられないんですけども、自動翻訳機能がついてますんで、まあ、フロントの、例えばおかみさんがそこでチャットを打ち込むと、日本語で打ち込むと英語で、部屋で外国のお客様に伝わるとか、こういうコミュニケーションができるツールになっていたりとか、もうフロントに大きな長い列ができますね、普通チェックアウトするときにできる。でこういうのは外国で今欧米なんか結構今自動チェックインだとか、まあ、スマートチェックインの仕組みはあるんですけど、なかなか日本の中で体験としてあんまり良くないのが、まあ、こういうチェックアウトに手間がかかると。でこれも部屋でその機械を通して生産できちゃったりとかですね、まあ、様々な工夫をしながら、やっぱりこの観光 DX のインフラをしっかり入れることが、一つの競争ポイントかなというふうに思います。もう一つ人を呼ぶイベントですね。これはもう多分小橋さんの専門分野だと思いますけど、やっぱりクリエイティブの今小豆島でですね、このナイトタイムエコノミーがね、やっぱり非常に重要な課題です。でやっぱり日本は、お客様滞在されます。でできるだけ長くいてほしいっていうのもあるし、たくさん消費してほしいというのもあるんだけども、夜の時間が非常に短いですね、夕食の時間早い。でスペイン、私もヨーロッパにずっと10年以上住んでましたんで、国によって食事の時間って北の方に行くと6時ぐらいに食べる国もあれば、スペインなんか9時とか10時ですよね。でスペインが優れてるなと思うのは、そこの時間まで
客様をこう引っ張る材料があるんですよね。夏場は例えば、メルカドとか行って市場をねうまく使って市場にお客様来ていただいて、ワインを飲みながらちょっとタパスを食べるような、そういうピンチョスだとかでこうサービスしながら夕方の時間を楽しんでもらいながらエンターテインメントもそこに組み合わさってきて、で食事の9時までちゃんとこう持つような仕組みになって、場合によっては食事の後にそういうプログラムがあって、こういうものをですね今、作っていきたいなというふうに思って、まあ、一つの例で今小豆島で今プロトピアっていうプログラムを11月12月走らせるんですけど、やっぱこうイルミネーションだとかいろんなこうセッティングをして、そこにこう来られる方がさらに移動しやすい混雑を避けるために二次交通のバスを用意して、あんまりこう車で集中しないような仕組みも組み合わせながらやるとか、まあそういうようなこともたくさんやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ぜひ次にですね聞きたいのが、まあ、慶一郎さんにちょっと聞きたいことがあって、はい、まあ、先ほどの、まあ、競争の上でもう、まあ、地域のを盛り上げていく上でも目的が大事だって話を話されたと思うんですけど、慶一郎さんは地域と連携する上で、まあ、競争していく上でどのように目的設定だったりとかビジョンを作っているかについて伺ってもいいですか。はい、ありがとうございます。すごい難しい質問なんですよね。はい、難しいの承知です。まあ、最近自治大学校なんかで教えたりとか地域活性化センターでいろんな地域ともお付き合いさせていく中で、例えば総合計画とか総合戦略とか、まあ観光の計画を作るときにですね、まあ目的特にビジョンってこうみんなで考えるんですけど、まあ皆さんご存じとおり、すごく尖ったものはできないですよね。だってもう住民レベルまで行くとそれこそ多様な人たちがいすぎて、こうしたいって言っても納得しない方がたくさんいらっしゃって、うんうんうん、そうすると皆さんご存じどの町の総合計画のビジョンも結構ねふわっとしてるんですよ、うん、いやそうじゃないと住民のほとんどが納得しないからです、うん、だからそれはそれで私仕方ないかなと思ってます。ただやっていくうちにあらゆるその特に経済政策とか、まあ、これは教育とか社会保障もそうですけども、ちゃんと制度を上げていくための指標は持っていく、そういうふうにしなくてはならないと思ってます。特に経済政策に関してはそうですよね、うん、ようやく、我が国も、まあ、インバウンドだと5兆円稼ぐ、国内旅行では20兆で合わせて25兆円という、ある意味この会社の売上目標が立ったので、ある意味分かりやすくなったかなと思っています、うんうん、これまでは、まあ、例えばインバウンドだとお話があって6000万人目指すってなると売上の単価と数のうちの数の話だったんですけども、やっとなんかこうビジネスっぽくなってきたかなというふうにも感じています。ただ、本当にこの5兆円で私はインバウンドの消費が5兆円でいいのかって絶えずこういろんな方に問いかけてまして、本来ともっと稼がなくてはならないのかもしれませんし、うんうん、まあ、そういう意味では自治体に置き換えると各自治体がどれだけ稼がなくてはならないのかってあんまり分かってないんですよ。そう、例えば各自治体を株式会社としたときに今の売上すら分かってませんからね、うん、要は産業連環表をちゃんと見てないとか、もしくはそれをサーベイで作り直してもっと明確にしているっていう自治体は極めて少ないです。だって皆さん経営者の方々多いと思いますけども、自分の会社の売上が分からないとか PL 見てないってありえないでしょ。でも自治体と一緒に経営するとなると、そういうところが極めてまあ、不明瞭不明確あがふわなまま進んでるわけです。そうすると大体5カ年計画となると大体その以前の数字を大体 5% アップに直してるだけなので、うん、達成してもしなくてもあんまり意味ないんじゃないですかとなった時に、まあ、日本が掲げる人口減少社会という部分では、一体株式会社例えば何とか市何とか町何とか村はどれだけの従業員と家族を養っていければいいのか、これだけ考えれば本来はいいはずなんです。要は最適人口ですよね。世界中では人口が今爆発増加中で80億を超えそうって話になってますが、日本に限って言えば減りすぎると、インフラも含めてあらゆる社会的な生活に必要なものが維持できなくなる中で、じゃあ最適な人口をどこで下げ止めてみんなが幸せに暮らせるのか、そ
そこに外貨獲得として他の産業と合わせてどういう経済活性化を起こせばその地域の GDP が上がるのかということを本当は真面目に考えるべき。でそこの数字が揃ってくれば先ほどお話したように経済政策としては極めてはっきりしてくる、うん、ここは、まあ、私が関わっているところでは、まあ、全てこう徹底していただいているところではあります。ただその反面経済政策だけではインバウンドありませんのでね、やはり国際交流とか文化面教育面であらゆるところでもやはり影響がありますので、まあ、そういった意味ではその目標といいますか、まあ、最近は日本では KPI といいますけども、うん、まあ、KGI ゴール設定をしっかりと街でビジョンとともに明確にある意味しながらふわっとしているものを明確にしながら因数分解した数字をきっちりと抑えていく、でそれを、達成していくということがやっぱり大事なんじゃないかなというふうには考えています、うん。まあ、今慶一郎さんがおっしゃってたのは、まあ、観光のインバウンドの売上目標は15兆円2030年掲げているけれど地域ごとの観光売上目標がない、まあ、その中でターゲットを決めたり施策を打ったりしながらもなかなか振り返りができない実態があるというところが今慶一郎さんがおっしゃってた話かなというふうに思ってます。ちょっとそこをもう少しだけ掘り下げたいなって思っていて、まあ大きいところで言うと地域経営があるわけですよね。地域経営のビジョンとしては地域住民の生活の質の維持および向上というところがビジョンとしてあって、その地域経営の中の戦略として観光経営があって、その中でインバウンドってものがあると思うんですけれど、そのインバウンドの立ち位置はなんかどうあるべきだと思うかっていうところ、まあ、もちろんそれは地域ごとにとか資源だったりとか距離感によって変わってくるものだと思うんですけれど、慶一郎さんが関与している地域の中でインバウンドをどう位置づけているかっていうところをもう少し聞いてもいいですか。はい、市町村単位で考えるとインバウンドっていうのは、はい、その町以外から来る方は全員インバウンド。なるほど、はい、別に外国人でなくても要は日本人でも我が町以外からは全部インバウンド、うんうんうん、その町の方々が例えば JTB のツアーで外に出ることはアウトバウンドですと。でそうなった時にあまりこう人種で考えても仕方がないなっていうところがあって、うん、この町にこれが食べたい、これが買いたい、これが体験にしたいっていう方が全てインバウンドで、その中でどこが一番ある意味どのあたりが一番まあ狙いどころかっていうと、それは地域によってセグメントとターゲットが違ってきますけども、うん、まあ、今回訪日外国人旅行者ってことからすると遠くから来る方ですから、ある意味お金を使う気満々な方なんです、うん。皆さんもそうだと思いますよね。日帰り旅行であんまりお金使わないでしょ。どうですか、一泊二日の温泉、いやそれをもっと遠くに、例えば皆さんが私が住むスイスに来たら普段時計買う気なくても時計買おうとするじゃないですか、うん、でそういう消費マインドがある方々に対して地域側がしっかりと外貨を獲得していく、まあ、人口減少で地域の消費が落ちていくわけですから、それを獲得しながらいかにキャッシュローを高めるかで、高めると同時に漏れないようにお金が、先ほどちょっと産業連環表の話をしましたけど、やっぱり日本っていい輸入率が高いので、まあ、仕方ないですよ、資源がないですから。国単位で考えても石油や天然ガスは買ってるんですけども、全てが自前で調達できないにしても、そのわざわざ来ていただくための価値を提供するため、うん、要は利益をしっかり出すためのものっていうのは、多分いつでもどこでも誰にでもではなくて、私がよく言う今だけこうだけあなただけのものになってるはずなんです。相当価値が高い、うん、でそういうものを、競争していく上でどういう人たちが集まって作り上げていくかとなった時に、誰でもいいからみんな集まれでは失敗すると思う、うんうんうん、やっぱりそれを作るチーム編成が大事であって、誰と誰がどう組み合わさって、特にマネジメントしていく人ですよね、まあ、この場合は地域だと DMO になるかもしれませんけども、そういったところがちゃんと司令塔になって、形作れるかどうか、うん、でその時に意外と大事なのは、チャンスを生かすとか景気がいい時に非常に前向きのパワーがある時は何でもやろうとするんですよ、うん、でも今 何でもやろうとできない状況にして追い込まれて、いろんな方たちがこれではダメだと思った時に、生かすことができるものと、できるんだけどやれるんだけど今ちょっとこれは置いといて、やめておこうってもとのこの多分違いが、うん、そろそろ皆さん分かってきたんじゃないかなと、要はやれるんだけどやらない努力ってことも大事で、特にインバウンドの場合はターゲットがどの地域も明確にこう設定しやすいですよね。
そういう意味では例えば日帰り観光客の方を集める、そういった部分では価値を提供する部分という意味でも今のような形で、まあ実施していただくようなことがあれば、私は成功確率は高めることができるというふうに考えてますし、そのためにも特に外国人という意味でのインバウンドは非常に地域にとっては大事なお客様であるのは確かです。ありがとうございます。まあ、今話された話は、まあ世界から日本がまあどう選ばれるかみたいな話とも言えるかなと思っていて、まあその上で誰でもいいだけではなくて、まあ今だけここだけあなただけのような、しっかりとその地域の資源だったりその時期性だったりその人に向けたものを提供していくっていうところで、でその世界からどう日本が選ばれるかっていう観点で、僕は咲子さんがフードロスバンクでされているサステナビリティをファイナンシャルの面でも持続的に取り組んでいくっていうのが非常に大事だなっていうふうに思っていて、咲子さん自身がその魅力あるコンテンツを作っていく上で、またそれが世界から選ばれているためにはという観点で大事だと思う考えだったり、具体的に今取り組まれている例も含めてお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、そうですね、世界から選ばれるっていう話になると今の状況だと割ともう日本って日本に来た人を取り合ってる感があると思っていて、そうすると日本って47都道府県どこも風光明媚でどこも美味しいんですね、そうするとあなたの競争相手は京都ですよになってしまう、で自分たちのイットファクターっていうのをどこに作るかっていうのは大事だと思うんですけれども、それとともにどう世界からまず日本が選ばれるかってなった時に、その日本がこのガラポコス化したからこその魅力的な資源とコンテンツがあるというのもあるんですけれども、そもそも日本がいろいろ国際的なスタンダードを満たしていないというところがまず一つ食のところでいうとあると思っていまして、まあ、おもてなしもそうなんですけれども、じゃあ例えばハラルとかみんな関係ないと思っていると思う、日本ってすごい食のみんなが日本人が楽しむために日本の食の種類っていうのはたくさんあるんですよ。中華があったりフレンチがあったりイタリアンがあったり、でもじゃあアレルギーとかダイエットとか宗教っていうのは私たちこのホモジニアスカントリーっていう単一国家民族なので、やっぱそこら辺の認識が低い。でハラルとかって関係ないと思っても2030年までにモスリムって人口の3分の1になるんですね。で3分です。しかもその人たちって日本の周りに住んでいて日本が大好きで、私はシンガポールにも住んでたことあるんですけれども、結構その日本の食とか日本の食品食材、まあ、レストランかなり高額でも皆さんすごく喜んで行かれている。でその方々がじゃあ日本に来たいって言っても、日本って47都道府県全部日本に来る理由1位食なんですね。その食が、まあ、自分たちが食べるものに対応していない、仕方がないからバリに行こう、仕方がないからシンガポールに行こう、仕方がないから韓国に行こう、まずそこのところをやってはいても発信ができてないっていうところもあるのでした方がいいですし、なんか牛乳とかも多分小さい時牛乳飲まない子ってこうわがままみたいに飲めってなってたと思うんですけど、あれも今考えると多分ラクトアレルギーなんですね。でそういうアレルギーとかに対する認識もものすごく低くて、で私アメリカとイギリスとシンガポールと、まあ、18年いろんな国に住んだんですけど、もうそこら辺のカフェに行ってもファーストフードに行ってもハイエンドのとこに行っても普通に、まあ、例えばオーツミルクとかアーモンドミルクとかそのラクトアレルギーの 人用のこう代用品っていうのがあって、日本はなんか低脂肪ならあります、低脂肪それまだ牛乳だからっていう、それぐらい分かっていないっていう、まあ、そこら辺のこのなんか日本食を別にこう絵画っぽくフュージョンにするとかではなくて、そういう対応、その国際的な対応っていうのが出ていかないとちょっとまあ難しいんじゃないかなっていうところと、そのサステナビリティってところに関しましては、観光ってどうしてもカーボンフットプリントを使うじゃないですか、飛行機に乗ったり、まあ、電車に乗ったり、まあ、車で運転していったり、でこれどうにかカーボンオフセットしたいっていうのがやはり海外の人の中では当たり前になってきて、でそれをオフセットする場所っていうのが例えばレストランとかってみんなインスタとか上げるので、まあ、そういうじゃあこうだけどこういうものを食べてカーボンオフセットしたよっていうのを出していきたい。で私そのなんかじゃあ飛行機乗るなとかいろいろ言われてるんですけど、普通に IPCC レポートっていう海外のレポートを見ると飛行機って GHG の全体の 1.2% しか出してないんですね、で鉄鋼全体で 4% で食品ロスだけで 8.2% で車全体でもうそれが自動車からバスから全部で 10% でだから食品ロスの方が飛行機よりも多いし、でこの食全体で見ると
21から37%ぐらいです。3分の1が職から出てしまっている。じゃあそのカーボンオフセットしてまで観光、自分が行った時または日本に来てもらった時に、まあ、そういうところで少しでもオフセットをしてもらう機会を作ろうじゃないかっていうことで、あの今あの弊社はその、まあ、先ほどおっしゃっていただいたような、まあ、アルマーニさんですとかグッチ、ブルガリーのレストランとコラボレーションして、その食品ロスのものを提供して、結構インバウンドの方もいらっしゃるので、あのその体験していただいたりとか、フォーシーズンズホテルとか、あの、まあ、パレスホテルとか、その富裕層の方が泊まるところできちんとしてもらう。でこれ富裕層ってやってるのはかっこいいからとかじゃなくて、あの地球上の上位 10% の人が 52% って半分以上 の CO2 を使ってしまってるんですね、うん、でかといってじゃあなんかフードロスなんかコンビニとかやれとか言われるんですけど、その下位 50% の人っていうのは 10% も使っていない。だからまずはその半分以上使ってしまっている 10% の人たちにどうにかこう変えてもらえないかっていうところを、まあそのインバウンドと絡めて一緒にこうあのプログラムさせていただいたりとかってしているんですけれども、今グローカルって言葉があると思って、やっぱり地域のローカルをきちんとするにしても、やっぱそのグローバルな視点を持ちながらやっていかないと、地球ってやっぱ一つなので、それこそ競争だと思うんですけれども、うちだけ良ければいいとか日本だけ良ければいいじゃなくて、やっぱ地球ってあのプラネット A、プラネット B ってあるわけじゃないんで、みんなでこうやっていかなきゃいけない。コロナもそうだと思うんですね。私だけマスクしなくてもいいって、それはやっぱみんなでやっていかなきゃいけないってなると、そのまあカーボンをどうしても使ってしまう観光っていうことに関しては、食なのかそのトランスポーテーションでオフセットすることはできないので、何かでこうオフセットしていくっていうのは、まあ世界的には普通にトレンドになっているっていうところですね。ありがとうございます。国際スタンダードというのは僕すごい印象的なキーワードだなと思っていて、まあ、それがある種その選ぶ基準の前提であるみたいな話だと思うんですけど、その国際スタンダードってどうやって学んでいけばいいんですか？いや、まあ、私まずあの普通に英語の文献読んだ方がいいと思うんですけど皆さん、さっき言った IPCC レポートでも世界ではその例えば3分の1が食から出てるって当たり前でも、日本はどうしてもメディアと政府の言うことを聞くので、こう、うんうん、あなんかあと飛行機はいけない、電気自動車ってこんな 1.何%の話をして、うん、やっぱ英語の文献は Google 翻訳でいくらでも見れるんで、うん、それっていうのと、あの私国際スタンダードって国際化っていうのは別にそんな日本は素晴らしいところをなんかこう国際化する必要はないと思っていて、うん、あのそれぞれの素晴らしいものを、じゃ例えばあの、まあ、ケンジ君じゃないけどそのプロデューサーの人がうまく伝えてくれるとか、うん、それぞれのものをこう海外的な、まあ、JTB さんもたくさん外にありますし、あの慶一郎さんもスイスにいらっしゃいます。そういう世界の目線を知っている人たちとそれこそ競争しながら、うん、こうどうやったら相手に伝わるかっていうことを学んでいくっていうところじゃないかなと思います、うんうん、あの例えば芸能だとこうタレントさんは自分のパフォーミングのことだけを考えていればよくて事務所がやってくるじゃないですか。でもどうしてもこの食とか観光ってそのコンテンツを持ってる人がそっちも両方やろうと思ってしまって、それって結構厳しい難しいと思うので、やはりそこはそれこそこれからは競争していって、国際的なことを知ってる人は国際的なことをやっぱ享受していき、日本でも地元の人とか自分たちのコンテンツを持ってる人は自分たちの方が自分たちのことを知ってるわけだから、それをきちんと伝えてこう伝えたい、そこがこれからの競争のキーワードになってくるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。すごいいいキーワードだと、なんかもしお二人が話したいトピックがあればと思うんですが、世界から日本が選ばれる上でやっていう観点でしたり、国際スタンダードっていうポイントだったりで、まあ、もし、まあ、まあ、でも今あの咲子さんもまさにおっしゃってたように、なんかこうあの、まあ、ローカルだけだとやっぱりどうしても気づかない、やっぱその外側の人と競争することによって価値が生まれるっていう場所っていっぱいあるなと思ってて、まあいいか悪いか置いといて、一つ分かりやすいところで言うと、例えば北海道のニセコなんていうのは、まあ言ったら、まあもっと言うとローカルの人は当たり前すぎて気づかなかった資源ですよね。まあ北海道どこでも雪山あるしね、あのどこでも緑あるしって言った時に、じゃあそこのニセコが特別だとは誰も思ってなかった、っていうのを外側の人たちが入ってきて、なんて素晴らしい雪なんだ、うん、でこれはまあ北海道の中で見たら当たり前にあるんですけど、世界の中で見たら日本の積雪量ってすごいあの特別なんですよね、うん、あのアメリカだったりヨーロッパだったりよりも、例えばアメリカが今年いいねなんて言ったらこのぐらいまでしか積雪が溜まってないんですけど、日本って本当にこのぐらいまで行くじゃないですか
だから本当にびっくりされるっていうぐらい積雪量が本当にすごいんですけど、やっぱそういう価値っていうのは当たり前に日常にあると気づかない、うんうん、でまあ仮に過去やっぱりそのムーブメントが日本って起きると一旦こうなんていうんですかね、衰退するのも早いっていうなんか部分もすごくもったいないなと思うんですけど、やっぱ持続的にアップデートされていかない。なのでまあコロナ禍でこの特にニセコなんかにあのインバウンドの観光客いなくなったので、あの日本のアーリーアダプター富裕層の人たちがこぞって行ったんですよね。そしたらなんてこんなに素晴らしい場所だったんだってみんな気づいて、でそこから本当に僕らの周り の, あの経営者の人たち20-30年ぶりにスキー、スノーボーに戻りましたっていう人めちゃくちゃ多くて、うんうんうん、本当に東京で会うよりスキー場で会うのが多いんじゃないかってぐらいこの 1-2年味わったんですけど、でもその人たちがニセコを通じて日本全国 の, あのスキー場に行くと、あれこれ何まだ昭和のままみたいな、インフラも含めてデザインも含めてサービスも含めて30年ぐらい前のなんかこうスキーバブルだった時になんか作られたままになっちゃってて、うんうんうん、それはもちろんですけど外国向けにもなってないし今時にもなってないんで若い人たちが憧れない、だから日本でも広まらないし外国の人たちから来てもあれみたいな、うんでまあ、知らない間にまたこれ外国の人たちが来てなんか価値を持ってどん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 山は変われちゃうんですけども、でもやっぱそこで失われちゃいけないのはその日本がもともとその土地が持っていた文化と、うん、先ほど言った外側から来た人たちの新しい感性、これが本当にミックスして競争していかなければ本当に持続可能にはなっていかないと思うんですよね。なんですけど単純に価値だけを外から見つけられてそのまま全部手放しちゃって買われるともうそもそもの文化そのものが根こそぎなくなっちゃうので厚みがなくなります。厚みがなくなっちゃう。やっぱその日本の厚みってもう本当に長くからあるこの時間軸の文化とこの小さな島国の中で作り上げてきた自然と競争してきたこの感覚っていうのはものすごく厚みがあるものなので、これを消さないためにやっぱり地元の人たちと競争することは大事なんですけど、やっぱり地元の人たちだけだとその価値に当たり前すぎて気づけない。でこういう場所はいっぱいあるんじゃないのかなっていうのはすごく感じますね。ね、あのグローバルっていうのはやっぱり分かりやすさだと思うんですよね。で別に世界と同じになる必要は全くなくて、まあ、おっしゃったようにもすごく日本のいいところがたくさんあって、ただこれを表現する術がやっぱり弱いのは日本の特徴かなと思うんですね。だから例えばそのガストロノミーツーリズムだとか、まあ、アドベンチャートラベルがすごく話題になってますけど、こういうカテゴリーをちゃんと表現する、今あのあれもガストロノミー、アドベンチャー、それからメディカルツーリズム、サステナブルツーリズムって4つあの大きな柱を立ててるんですけど、まあこういう表現の仕方をするだとか、それからあの現地でですね、こう先ほどあの海外旅行行きましょうって話したんですけど、あの行くってことはあの自分があの受け入れ側の気持ちがね、あの今はインバウンドで一生懸命受けようと思ってるんだけども、向こう行ってみると向こう側がどういうふうに対応しているのかがよく見えると思うんですけど、あの現地側にですね、今世界のオフィスで、特に今ヨーロッパなんかジャパンスペシャリストっていうのをやってるんですけど、あの、まあ、要するに例えばデンマークならデンマーク人なんですよね。デンマーク人のスタッフ、それからフランスはフランスのスタッフ、ありましたね。で、例えばこういう日本の説明を実はいろんなホームページとかで今出てるんですけれど、コンサルテーションをするっていう、ファンクションがあって、ちょっと試しに50ユーロを取ることにしたんですね、30分で。で50ユーロ払ってでもあの日本のことを知りたいっていうお客様がいかに多いかっていうのはよく分かりました。でなぜかっていうと、日本に行くと食事は先ほどのハラルの話もそうなんですけど、どうなってるんだろうとか、それからサステナビリティに対して日本はどう考えてるんだろうとか、こういうことは分からないんですね。だから表現の仕方もフードロスがやっぱ大きな部分を実は占めてるわけですけど、ここのところに対してこれ数値化できていないし、これをうまく表現することができてないんですけども、ただ日本の食はどうなのかっていうようなことだとかも深く知りたいですね。でこういうあの事前相談に実は非常に多くの人に、こういう努力も必要だなと思います。ですからインスタグラムで発信するっていうことも非常に重要だし、
ビジュアルに見せることも大事だと思うんだけども、やっぱりそこをアカンタブルな状態にするっていうのが一つのグローバルのポイントかなと思ってます。でもう一個ですね、あの地域の話で、あの先ほどの万博の話にも通じるんですけど、やっぱ日本はゴールデンルート、まあ、昔は藤山芸者とか言われてた、ゴールデンルートしかなかったですね。でそうするとオーバーツーリズムの問題も非常に深刻になります。で京都にみんな行く、で富士箱根に行きます、だけど、実はこう日本海側にもたくさんいいところがある。でこれをですね、商品化して今ちょっとレインボールートって名前にしたんですね。でこうすることで見えやすくなる。日本海側福井県こんなのがあるよとかいろいろ言ってもなかなか伝わらないんだけども、レインボールートっていうのを作ることで今回の北陸新幹線の延伸のことも非常に伝わりやすくなる。でこれと同様に瀬戸内の今シーニックビュールートっていうのを作りました。でこういうルートを実は日本に5つぐらい作れば、九州とか北海道作ればこれをつなぎ合わせて路地的にも非常に動きやすくなるとか、こういうような表現系がですねすごく大事かなっていうふうに思います。ありがとうございます。まあ、今の話はそうですね、まあ、僕も海外に行く際に、まあ、例えば台湾に行くとかバンコクに行く時とか、どこ泊まっていいか分かんないんですよね、そもそも。でどこが自分にとってマッチしているかが分かんない中で、現地の人が少しでも教えてくれると体験がガラッと変わったりする、まあ、そういった魅力は僕はすごいあると思っていて、そこのファシリティをどう日本が持つか、発信して届けるだけじゃなくて相手と向き合って相手に価値を届けるってところが、まあ、今すごい大事だなというふうに、まあ、改めて思いました。ありがとうございます。そうですね、まだ続きがありまして、まあ、世界からどう日本が選ばれるようになるかというところで、圭一郎さんにまたお聞きしたいなというふうに思っているんですけれど、はい、スイスの僕はその CRM の話が僕すごい好きで、はい、多分それだけ話すだけで1時間2時間終わってしまうと思うんですけれど、そのリピーターの方、来てもらった人に選ばれて、そこからまた選ばれ続けるようにするためには、その仕組みだったりとか、組織の体制だったり、地域側の体制だったりの観点で、今日本にとって必要なことって何があると思うかっていうところをぜひ。分かりました。まさにすみません、もう1時間いやいやいや、違うか、あと実は10分ちょっとね、お話できないところっていうか、本当時間がないので、まあCRM はどこの企業もやってますし、それを地域単位でうまくやってるのは、まあ事例としてスイスが特に最近挙げられて、まあそれをロールモデルにして地域に落とし込んで、うまくまあ経済活動につなげて、特にインバウンド観光で成功している地域がやっと出てきてくれたのは私にとっても嬉しいことなんですが、その仕組みであったりとか、そのまあシステムですよね、もしくはそれをまあマネジメントしていくような体制とか DMO のような話は本当に時間をかければどれだけでもできるんですけども、多分 CRM を地域で駆使していくときに一番大事なのは、どちらかというと顧客満足度、うん、CS じゃなくて顧客ロイヤリティ、顧客ロイヤリティ、はい、要はその村に対しとか、その町とか地域に対しての愛着度ですね、この場合は忠誠度ではなくて、上げないとリピーターは長続きしないっていうことです。これは例えばちょっとヨーロッパの事例出したいところ、ちょっと時間がないので、例えばコロナの間インバウンドも蒸発してましたが、日本人も海外旅行に行けなかった時に、海外旅行派の人たちは意外と沖縄に集中してたりとかして、いろんなデータで6連泊以上が増えてますっていうのが日本各地でありました。じゃあその日、特にビーチリゾート派が、じゃあコロナが明けて昨年のゴールデンウィーク以降、じゃあずっと沖縄は沖縄のリゾートにとどまったかっていうと、実はそうではなくて、ハワイに戻る、フィジーに戻る、グアに戻る。でこれ何の差かっていうと、満足度ではないですよね。実際、海外旅行派の方もコロナの間、沖縄に行ってる間は海がきれいとか、意外と体験の楽しみとか食事の良さとかっていうのを評価していただいてました。もちろんコロナのこのチャンスにして逆にスイッチを入れ替えさせて、沖縄の離島の愛着度を高めて、その地域にとどまってくれた方たちといいますか、リピーターになってくれた方たちもいるんですが、圧倒的多数は本来の自分が好きな地域に戻りました。でそういう意味では CRM ってリテンション戦略、お客様とのつながり続ける
ていうことが大事なので、そういった仕組みをどう持つかっていうのは大事なんですけども、最終的にはセルマットで例えれば、今日も DX の話とかたくさん出てくると思いますが、ロイヤリティが高いお客様ほどアナログじゃないと反応してくれないんですよ。例えばメールでありがとうございましたよりは、いや何度も来てくれてって DM もらった方が嬉しいわけですよね。でセルマットの場合は20年20回通うと表彰されるんです。そう、表彰されて金のバッジを、プレゼントされて、滞在中は必ずつけると、そう誰が見てもこの人は、ロイヤルゲストだというのが分かる。でそれでいう対応ができるっていう、こういうところに結びつけなければ、CRM やってる意味もないですし、要はその流れの中で特にセルマットは3世代で来られる方が多いです、特に、VIP の話はね、最高さんでいろいろ聞きたいところもあるんですけども、セルマットも VIP の方多いんですが、ずっとこう親子を代々来てくれる方たちがそういう流れの中でできるっていうのは、私たち事業者からすると一番欲しいのはカスタマーライフタイムバリュー、顧客からの生涯価値であるわけです、でもそれはお客様もその価値が欲しいんですよね。その地域に通い続けるための価値を、それを想像していくっていうところの中心に CRM がある。で特に日本の場合はこれまでも競争するための連携も地域連携とか地域内の連携、地域内外、いろんな産業事業者、産官学とか官民って言いましたけど、あんまりうまくいかなかったですよね。そういった部分では、今日もお話したビジネスだけではない面も含めて、どういうふうにするとその地域が価値を持てるのかってことを考えていただかないと、最終的にはその CRM もただの手段ですので、うまく機能しないんじゃないかなというふうには思います、はい、ありがとうございます。時間がもうあと5分ほどになってしまったのもあり、最後ぜひ皆さんから一言ずつ1分ほどですね、いただいてこの場を締めていきたいなと思います。そしたらですね、咲子さん、山北さん、小橋さん、慶一郎さんの順番で、コメントをいただけたらと思います。じゃあ咲子さんお願いします。日本のその素晴らしさの中にそのやっぱ体験ってあると思うんですけれども、で今 DX の話たくさん出ていて、 DX は利便性のことを考えたら絶対進めていかなきゃいけない。でも体験って例えばインスタグラムできないじゃないですか、でもこっちの方のすごい大事な付加価値っていうのも、これ両方をきちんと追求していくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、さすが。その通りだと思います。体験に全て修練してるんだけど、やっぱりそれをこうどうやってこう表現していくか、ここですね。でこれのためにはやっぱり、いろんな仕組みが必要だし、いろんな人がこう力を合わせないと、日本をうまく表現していけない。で、それに加えてやっぱり持続的にいい国として、訪れていただくことができる国にしていかなくちゃいけないということで、やっぱりいろんな観点でその先どういうふうに、観光地が崩れないでいれるのかとか、その魅力が、さらにどんどんブラッシュアップする仕組みを作っていくのか、こういうようなことをぜひ一緒に考えさせていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。では小橋さんお願いします。はい、昨今本当にラグジュアリーツーリズムみたいな、インバウンドの富裕層のこうツーリズムのことよく話されるんですけど、でもなんかこのラグジュアリーっていう言葉がもう僕は違うんじゃないかなと思ってて、ネクストラグジュアリーに行かなきゃいけない。そのネクストラグジュアリーって何かっていうと、やっぱりこの国土、この中で体験ですよね。先ほどおっしゃってたその体験の中で起きる個々の内なる内省的発見なんですよね。でそういうポテンシャルって日本にめちゃくちゃあって、ただ可視化されてない、それこそコロナ禍で気づいたのは、世界遺産って名前がないだけで世界遺産に通ずるものはたくさんあるんですね。それは奥行きも文化も含めてなんですけど、そこに我々が気づいてないので、ネーミングもされてなければそれを伝えられてない。だから先ほどおっしゃってた何かこのルートを作ってあげるとか、本当にそこを可視化しているだけで、そことそこの間を自分たちが旅していく間に内なる気づき発見があることによって、もう一つのこの自分の人生豊かさが生まれてくる。そういうものがやっぱり次のラグジュアリーになってくんじゃないのかなと思うと、なんかこの空間っていうのはホテルを建てて、ね、なんかこう電車が走っててっていうだけじゃなくて、この国土が本当に3分の2が森林っていうね、
この日本の国土と文化こそが価値だと思うので、うんうんうん、そこをもうちょっとこう伝えてあげる、可視化してあげることが、その中で起きることがネクストラグジュアリーになっていくんじゃないのかなと思います、はい、ありがとうございます。では最後に圭一郎さん、はい、じゃあちょっと手短にいきたいんですが、今日共に作り上げる競争というテーマ、キーワードをいただきました。でこれ競争ってもう一つは競い合う方の競争もあって、多分皆さん事業者ですから勝ち残りたい、なんとか自分のところの売上収益上げたいっていう気持ちはもちろんあると思います。で地域間競争っていうのももちろん世界中で今後繰り広げられることになるかもしれません。それはもうお客様から選択される我々としてはもう致し方ない。ただその時にですね、勝ち残るの価値はウィンじゃなくてバリューの方の価値なはずなんですよ、うん、そうじゃないと残れないと思います。どっかの地域に勝ったからといって残り続けるわけではないですよね。そういう意味ではオリンピック競技のように、例えば100メーター走とか5000メーターで1位になればいいわけでもないし、柔道やフェンシングのように相手を打ち負かしていけばいいだけでもないです。どちらかというとアーティスティックスイミングとか新体操のようにお客様というジャッジから評価を受け続けること、これが多分日本がインバウンドで残るべき追求すべきことで私はあると考えてますし、まあ、そのために私はこの世界に入ってから観光は感じる幸せとずっと書いてますので、ほう初めて来ました。やはり今日地域振興やってる身としては住民の幸せと社会の豊かさって話をしましたけども、今日ここにお集まり、そしてオンラインで参加されている方々も含め、皆さんがぜひ幸せを感じるようなインバウンドの仕組みをですね、みんなでチャンスを生かしながら作り上げていきたいなというふうに考えています。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。そしたらそうですね、最後一言だけ自分も、3つほど印象に残ったキーワードがあるんで、それを言っておいたいなと思います。一つはなんか国際スタンダードを作るって僕はすごいいい言葉だなっていうふうに思っていて、日本にもいい素材がたくさんあって、それをしっかり国際化するんでなく、ちゃんと世界に対してしっかり示していく、対応していくと。でそれっていうのが顧客に向き合うこと、山北さんがおっしゃる相手を思いやることになるんじゃないかなっていうのが一つです。で二つ目は地域資源を他者の目を通じて、その見出し、そのチャンスの その地域のチャンスを知って、地域の本質を生かしながら進化させるっていうところが二つ目で、3つ目は顧客満足度も大事だけれど、顧客のロイヤリティが地域の持続的な発展につながっていくというところが改めてのヒントになりました。それを、DX っていうものを組み合わせながら、同時にアナログ的な人の体験の本質を生かしながら、取り組んでいくことが大切かなというところを改めて思った次第です。今日は貴重なお話をありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。改めて皆様ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。自分の地域を見直す、またきっかけになりました。ありがとうございました。